こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、南の帝王から学んだことというテーマで、ちょっとお伝えしようかと思います。私が南の帝王を一番最初にね、見たのってのは28歳か9歳ぐらいだったと思うんですよ。で、その時に南の帝王っていうのを噂には聞いてたんですけども、しっかりと漫画で麻雀屋でね、待ち時間に見たんですよ。そしたら、あ、ここまでお金に対して真剣でならなくてはいけないんだなっていうふうに、ちょっと考え方が変わったんですよね。で、南の帝王で学んだことを私はね、どういうふうに自分の人生に生かしたかってことなんですけども、それはですね、例えば前回の動画でもありましたけども、誰かにお金を貸しました。でも、お金返ってこなかった。もう内緒では触れないよとかね、逃げられてしまった。で、そういった状況を、いや、あいつに貸したら、信用して貸したら、裏切られたんだよ、騙されたんだよ、っていうふうにして言いますよね。で、私はね、これに対してどういうふうに、感じてきたか、言ってきたかっていうと、いや、お金をね、手放したのはお前だということなんですよ。いや、裏切られたっていう前に、どこまでも追いかけていって、取りに行くぐらいの、お金に対する誠実さをお前は持ってるのかと。南の帝王って漫画があるけども、あれは映画にもなったけども、あれはね、どんな手を使ってでも世界の果てまで、10円の借金でも取りに行くんだぞと。そのぐらいお金に真剣なんだ。お前は何だと。その人が丁寧にお金を返しに来なかったから、あ、この人は裏切ったんで、もう自分は取り立てるのを諦めます。っていうことでしょ、要するに。ね、それからなんかビジネスとか投資で詐欺られましたっていう人もいますけども、いや本当にね、詐欺られたとか言って諦めて、それを詐欺っていう言葉に、まとめてね、ジ・エンドにするんではなくって、そうではないと。この人にお金を預けた、投資をした、そしてそれがね、正当に自分のものに戻ってくるっていうふうに、お金に対して誠実に信じるんだったら、どこまでも追いかけていってもぎ取ってこいと。その人の靴や服を引っ張がして質に入れてでも金に変えて取り戻せ、そのぐらいお金に対して真剣なんですかっていうふうに私はね、今は言葉には出さないですけど、そのぐらいの気持ちで言いますよね。だからね、結局裏切られたとか、なんかね、帰ってこないとかね、もう泣き言なんですよ。結局はお金を取り戻さないっていうことは、その状況を自分が許した、認めたってことなんですよ。で、諦めたってことなんですよ。で、要するにね、お金に対してもう自分の心を売ったとまで言ってもいいですよね。だから貸したなり、ビジネスなり、投資なり、その渡したお金が絶対に戻ってくるんだって思うんだったら、どんな手を使ってでもね、追いかけていってひっぺがしてこいって話なんですよ。そのぐらいお金に真剣なんだったら、泣き言は出ないはずなんですよ。でも大した行動もせずに、取り返すための算段もせずに、せいぜいね、訴えるぞぐらいのもんじゃないですか。で、結局訴えもしないと。それで騙されましたとか言ってね、一生騙されてろって話なんですよ、そういう人は。いや、はっきり言ってお金に対してね、そこまで真剣に考えてるのかって思うんですよ、私は。だからビジネスをするにしても、絶対にね、利益が出るまでやり続ける。ね、やり続けることまでしたんですかってことなんですよ。利益が出るまでやり続けたんですかって、そのぐらいお金に対して誠実で真剣なんですかってことなんですよね、私が言いたいの。そうではなくて、ちょっと大変だからお金を得ることを諦めて、お金が向こうの方にバーッと走っていくのをもう追っかけるのやめましたとか言って、いや、このビジネスにやられました、騙されました、ダメでしたとかね、このコンサルはインチキでしたとか言って、結局それはね、誰がそのインチキなコンサルを作っているのか、それは途中でやめたあなたでございます。ということなんですよ。で、私がね、一番最初にネットビジネス塾と言われるものに2013年入った時は、徹底的にやってやると。徹底的に言われたことを、1個やれって言われたら10個やれぐらいの勢いでね、やって、どこにもね、もう文句がつけられないぐらい徹底的にやって、それで儲からなかったら絶対訴えてね、そのビジネス塾を訴えて、で、自分の払った金額の10倍ぐらい慰謝料で取り戻してやる、損害賠償で取り戻してやるっていう勢いで入ったんですよ。これ何回か話したことありますけどね。その代わり、チャランポランにやってたら、私の訴えっていうのも、お前真剣にやらないから儲からないんでしょって退けられちゃいけないんで、もう、どこを置いても隙のないぐらいパーフェクトにやってやろうかと思って、一番最初のカリキュラムね、自己アフィリエイトとかいうやつで、まだ自己アフィリエイトの入金もないのにもう85万稼いだ、80万稼いだみたいなね。それで稼げなかったら詐欺だって言えるんですけども、稼げたんで詐欺って言えなくなっちゃったってことなんですよ。それが今にまで続いてるんですよね。で、その時は気づかなかったんですけど、その時に私がね、やり取りしていたとされる方が、吉谷さんだったというね、ゴーストライターで私をね、だまくらかしていたと。私はね、ネットビジネス塾に入って、もう、ある人とやり取りしてるつもりで、騙されていたんですよ。吉谷さんだったんですよ、ゴーストライター。で、私をね、騙して稼がしたんです。とんでもないやつですよね。詐欺師。
吉谷拓郎は詐欺師だったっていうね動画もありますけども、それは私が作ってますからね、その動画はね。吉谷拓郎は詐欺師だったと、稼げるかどうかわからない半信半疑だったけど実は稼げちゃったみたいなね、これじゃ訴えることができないじゃないかみたいなね、逆詐欺だったという話でございます。はい、で、ね、それからというものを動画のやり取り、クエスチョンのやり取り、アンサーのやり取りが未だに続いてると。私のねネットビジネスの第一歩はまあ吉谷さんのライティングだったということなんですよ。そして今でもそれがこうやって続いてると、20時間ライブなり100時間ライブなりなんなりと何かやった時には常に広島の久保です、速稼塾の久保です、広島の久保です、速稼塾の久保ですと付きまとって、ついにね億万長者合宿の久保ですと、イリュージョンですとか、何なんでしょうねこれはね。ということでこれからも動画のやり取りが続いていくと思います。さあまとめますよ。南の帝王で学んだことは、本当にお金に真剣だったら裏切られたとか逃げられたっていう前に地の果てまで追っかけていって、利息込みでもうね瀕死の病人の布団を剥がしてでもいいからお金を取り戻してこいってことなんですよ。本当にそのお金が自分のところに戻ってくるっていうような正当性をね、自分が本当に強く持ってんだったら、そのお金をね払いませんって言ってもそいつを強制労働させてでもお金取り戻すぐらいのお金の真剣さがないと、それはね逃げ得にやられちゃいますよ、うん、だからお金に対しては真摯に向き合っていく。そしてなんかねお金にもう諦めないことだと思うんですよ、うん、私はそう思いますけどね、うん、いってらっしゃい。